りとおゆきのイケジョーになりたい。今日なんか音高めですね。高めだった。今日なんかキャバ嬢っぽい声が、ね、キャバ嬢っぽかった。そうそうそう、ちょっともうアラサーだからさ、もうね落ち着いた感じでいこう、うんうん、そうだね、 ね落ち着いた感じで、うんうん、まあ今日3月16日なんだけど、はいはい、うん、ホワイトデーが終わって。そうだ ね一応ポーラ豊崎店でもホワイトデー特典っていうのをやってたんだよね。そう、皆様にで好評、そうだ、ね、大好評プレゼントしてる、ね、うん、大好評だったので、まあ、うんうん、ポーラ豊崎店ではね引き続きまたホワイトデー月間もやってるので、はい、まあ、エッセに興味ある方とかぜひご来店くださいね。ね、最近、うんうん、私ねちょっとアイリさんにはちょろっとだけ言ったんだけど、うん、マジックにハマってんの。そうなのよ。え、てか見たことはないでしょ。超意味わからない。いきなりアリさん最近マジックにハマっててで、すっごいドヤってきたから、おー見たい。でもね、私もすごい興味はあって自分も特技として一個やっときたいな、持っときたいなって思ってたから、うんうんうん、なんかちょっと嬉しかった。楽しみだよね、これ、うん、絶対ね、なんかなんかの時にマジックって役に立つと思って、うん、最近からだけどね、まあ、つかみは完璧だよね。そうだよね、うんうん、なんかつかみたい人の心を。つかみたい。だってパッてさ、鳩とか出したらめっちゃ面白くない？ねえ、鳩出したい、ねえ、うん、そのまま肩とか頭に乗せたい。そう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 、乗せたい。だから最近私はね急に思い立ったんじゃなくて、うんうん、お友達が同じように最近マジックにハマってんだよねっていうお友達がいて、で一緒にご飯食べに行った時に、うんうん、このまあ、普通のファミレスのね、うんうん、普通の場所でご飯食べてるところでいきなりマジックしだしたんですよ。で、もうえって感じでしょ。うん、うん、もう多分誰かにもう披露したくてしたくて覚えたら、やりたてのね、そうそうそう、うんうんうん、でそれでやってたんだけど、うんうん、まあ本当に覚えたてだからちょっとね、すぐ見破っちゃったのね。これなら私でもできるやっていうのがあったから、ちょっと YouTube とかで検索してみたら、いや種明かしマジックってめっちゃたくさん動画があって、あ、 YouTube であんの？そうで、私は YouTube でちょっと検索して、うんうん、あ、やろうって思って見出したら、あ、これも欲しい、あれも欲しいってなっちゃうの。なんかグッズがあんのね。そう、グッズとかもあって、まあないものもあるんだけど、うんうん、でまたうまいことにさ、概要欄とかに全部 の動画の概要欄に、うん、今今回これ使ってますって、リンク貼ってあるんだ。リンク貼ってるわけよ。もう飛んじゃうじゃん、飛んじゃうじゃんそれ、うんうん、でしかも高くないの、何百円とか何千円とか千円ぐらいで買えたりとかするから、うんうんうん、これで何万回再生とか言ってるからさ、これみんな買っちゃってるよね絶対って思ってるの、うんうん、うまいな、うまい、商売してるなって思いながらさ、そうね、私もまんまと引っかかったタイプなんだけど。で、そう、それで最近買ったものがあってさ、いいね、いいね、ちょっと披露、おお、ぜひぜひ今やってみていい？ぜひ。てかラジオだけどさ、耳で聞くものだけど、まあね、YouTube の動画で皆さん見 見てる方とかはね、そうそうそう、うんうん、もう本当にもうこれは、何何これ私超能力かもしれん。ゆきちゃんって見えるかな、超能力ね、ちょっと上に上げようね、うんうん、もう普通の缶コーヒーありますね、うん、はい、あ、中は今開けたので本物ですよ、はい、うん、本物で、これを普通にコップに注ぎます、うん、うんうん、結構注ぎますね、うん、結構お見、なんかうっすら見えるから、動画ではね、うっすら見える ね、 そうだね、うんうんうん、もうこれ本物の正真正銘のコーヒーです。なんなら一口飲んじゃん、うん、そうそうそう、ね、これが今入ったでしょ、うん、このコーヒーがなくなったらどう思います？え、意味わかる？この液体がなくなったらすごいと思う？そんなことできないでしょ。おゆきちゃんができないかな、うん、これがね一瞬にして、一瞬にして、はい、きっとなくなるんですよ、うん、できっとなくなります。はい、だなななな、なでもこんな振っちゃうともうこぼれそうだけどね。こぼれそうだけどね。入ってたでしょ、この中に。入ってた入ってた、満杯に入ってた。一斉のできるかな、ハイルさんのパワー。はい、え、ちょっと垂れた、やばい、ちょっとほら、え、すごくない？すごい、どういうこと？ほら、すごくない？ほらほらほら、どういうこと？これは YouTube で皆さん見てください。ないでしょ。え、すごい、あの満杯のコーヒーはどこに行ったの？これもうちょっとなくなってるよ。すごいでしょ。え、すごすぎる、ちょっとレベルが違って今びっくりしちゃった。本当に
なんかもう花をピュって出す系かなって思ってたんだけど、結構本格的。超能力。うわ。ゆた。ゆた。ゆたになりました。すごいでしょ。すごいすぎる。そう、こういうプチマジックをもうどんどん、あの、今私これしかできないけど、 かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。ちょっと今尊敬しちゃった。でしょ、うん、だからこれをあと5個ぐらい増やそうかと思ってんの。いや、いいと思う。これはもう私感動しちゃったんだけど今あのリアルにお客様とかにも ね。そう、マジシャン、マジックエステティシャン。やばい、変なやつじゃん。変なやつ、怖い。うさんくせ、ね、うさんくさ。いや、それで売っていいですか。あの、ここに来たら、うんうん、あのおゆきちゃんのマジックが見られるマジックがお店。そうだね。いや、もうまあいいでしょう。いいでしょう、うん、私が見たい。もうね、オーナーが OK 出したから、もう私は極めますよこれから、うん、あのエステティシャンとして。しかもなんかさ、うん、いろいろなんだろう、この小道具持っていかなくてもできるじゃない。そうそうそう、コーヒーがあれば、コーヒーさえあれば、紙コップがあればできるので。だから例えばなんか飲み会とかなんかさ、うん、そういう時にいちいちこう小道具持ってったりするのってほらなんかなんかちょっとやらしいじゃん。やらしいよね、うん、でもなんかあるので、適当に、うん、あ、缶コーヒーありますかって言ってやったら超かっこいいよね。かっこいいよね、うん、で、なんかそう、なんか私の周りもマジックこう、まあ、一人だけだけど、うん、めっちゃ極めようとしてる子がいて、うん、もうなんならこうちょっとジェラシーじゃないけどライバル心が最近芽生えてきてて、うん、なんかこうどこにライバルを求めてんの、おかしいでしょ。マジックが上手くなりたいと思ってるのね。そう、なんかそれができたら、うん、もういろんなこう使い道があるなと思って、うん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 、もう飲み会だったりさ、うんうん、ね、まあ、これからどんどんね、コロナが明けたらそういうのもあったりすると思うから、 そういうところで披露したり、お客様に披露したりさ、うんうんうん、絶対楽しいと思って。すごいよ。そう、愛理さんもね、うん、1、2個ぐらい練習しよう。なんか今、うん、初めてこの目の当たりにして、なんか映像でしか私マジックって見たことなかったから、うん、衝撃だし、なんかちょっとかっこいい尊敬に変わってしまった。ほんと、うん、やった。だからね、どんどんレベルアップしたマジックができるようにちょっと頑張りたいと思う。すごい、あれとかやるのかな、あの鍵閉めてさ、バーンみたいなさ、うん、爆発させて中に人誰もいませんみたいな。ちょっとあの失敗したらさ、お店燃える可能性あるけど。いや全部カスになっちゃうけど、 A の部屋から脱出します。エステ室から脱出します。大爆発されたら大変だな。大がかりだな。でも絶対喜ぶよね、うん、愛理さん、愛理さんのね、お客様も絶対好きそうなね、うん、お客様いるじゃない、うん、こういうのが。いるいるいる、ね、もうなんなら共同で一緒に、私も練習しよう。絶対いいよ、マジック同盟組もね。お店で、お店で、うん、モエリとほのかにもやらせて、うん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 、で、まあ、モエリとかがやってる間ほのかは後ろで踊ってもらおう。なんでもありじゃん。なんでもあり。毎週月曜日のこの時間は、うん、マジックショータイムみたいなのを作って、それが見れます、うん、っていうなんか、なんかね、キャンペーン。キャンペーン。ダサい。ダサいけど。やばいね、うん、まあ、決まった人しか来ないでしょうね。で、そうだね、うんうん、同じ人しか来ないと思うけど、いや、まあ、でもいい、よかった、成功して。すごいよ。ちょっと 2,3 滴垂れちゃったけどさ、うんうん、全然ありだよね、うん、あの、私の中での今のマイブームでございます。素晴らしいと思います。マイブームっていうか、ね、流行らせようよ、こっからマジックを、ね、流行らせよう、うんうん、なんか流行りそうじゃない？ね、流行るものを私たちで発信で作っていっちゃうっていう。マジック、マジック。いいね、絶対使える。いい、あの、私さ、20歳ぐらいの時かな、会社に就職する時に、うん、面接で、うんうん、まあ、いろいろ面接が一次面接二次面接とかあったんだけど、うん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 、3時ぐらいに一発芸をしなさいって言われたことがあって、うんうんうん、いきなり、うんうんうん、で、20歳ぐらいでさ、一発芸しなさいって、うんうん、面接官5、6にガーって言って、うんうんうん、もう動揺しかないじゃん。黒いスーツのおっさんたちがガッて見てんのよ、うん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 、あの時にマジックを披露すればよかったっていう後悔が今ふつふつと、ね、出てきてんのよ、うん、だから思い出した。私も、私美容師を目指してたの最初は、うん、で、面接も何件か受けた時に、美容ってその一発芸の風潮がすごくあって。え、何それ。面接で、まあ、だから3次面接ぐらいまで行った子は同じように、うん、なんか特技ありますかって言われたら、みんななんかいろいろやってくるんだけど、うん、で、
すごいレベルの子たち、一発芸ではなくてやっぱ自分の技術を売り込んだりとか自分の容姿を売り込んだりって、うん、たくさんこっちからねしてった時に、うん、私どうしよう、えないどうしようってなった時にとっさにアンパンマンのモノマネしたの。ちょっと今やってみてやってみてやってみて、僕アンパンマンって言って全員の前でアンパンマンの前あの真似したの、ね、失笑だ、うん、え受かったの、すごくない？え、それがしかもあのね倍率がものすごい有名店みたいな感じで、その時に何百人で多分面接受けて2人しか採用枠なかったの、うんうん、受かっちゃったの。え、この僕アンパンマンのフレーズだけ？あ、そう、それもしかもあの最初みんな失笑だったんだけど、うん、で他にありますか、あもう一回お願いしますみたいに言われて、うん、これ3回連続でやったらみんな爆笑に変わってやっぱ3回やったらね、私もなんでやったのか分かんないけどモノマネって言ったらこれしかなくって、うん、アンパンマンのモノマネはよくやってたのね、自分であやってたんだ、あの似てるって思い込んでたから全然似てないんだけどでもやったら似てるか似てないのかよく分からんかった今、そうワンフレーズすぎてさ、そうなんだけど、うん、これをもっとあの声量をね、うん、ものすごい声を張りながらやってたんだけど、でも受かってすごいじゃん、え美容すごいでしょ、美容美容師美容師、美容師、はいはいはい、美容師の時期もちょこっとあって、うん、うんうん、で結果まあ美容師じゃなくて私はまあ女性メインにする仕事の方が好きだなって思って、こっからあそうなんだ、女性メインに、そっからアンパンマンは出てきてない の、 あのアンパンマン披露する機会っていうのは、そうなの、作ってアンパンマン披露ねしたいんだよ私だってアンパンマンにマジックかけてもう披露したら完璧じゃないそうだね、なんかほらつかみでさマジックってちょっとほら、うん、できない人の方が多いからあれだけど、うん、飲み会の知らない人のつかみでいきなりアンパンマンのモノマネしていいですかってちょっと やばいやつじゃん、やばいやつだね確かに、だから全然披露することがなくて、でもまあ鉄板だとして私の友達とかあの家族とかは、うん、あのちょっとした時に振ってくる、アンパンマンやってって、すごい振ってくるからやるじゃあ身内ネタなんだね、身内ネタなの、でもこれをもっとあの出していくね、うんうんうん、出していこう、あのクオリティは上げていくわ、まず今なんそしてアンパンマンゼロクオリティで今ラジオでしかも言っちゃうっていう、私もさなんかラジオで一発芸を披露しないといけなくて、そんなのあるの、そういうのがあったんですよ、うんうんうん、あのこの曲じゃないんですけど別の曲でね、でも私なんかないかなって探してたんだけど、うん、モノマネ全然なんか自分ができそうなのなくて、うん、もう最終的に選んだのがローラのモノマネやったの、あそしたらリスナーからローラに謝れってきたひどいひどい出来だったのねローラがローラってあれよね、あのハーフのそうそうそう、ね、最近ね出てないけど、うん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 、ローラのモノマネして、やってみて、やっほーローラだよ、いや謝れいやローラに謝って、それは言われるわそのままじゃん、そのままじゃんってめっちゃきたついけどね、面白い、でも、もうね、モノマネは難しいよ、難しいよね、てかモノマネはねもうできる人しかいないから、うんうんうん、難しい、天才だと思う、なんかモノマネできる方って何種類もできるじゃない、あ確かに、同じこの人だけしかできませんっていう人よりもやっぱ耳がいいのかな、うん、なんか歌うまい人とかモノマネすごい上手な人多いイメージがある、確かに、うん、なんかモノマネのさ養成所みたいなのあったら通いたいんだけどねえなんか持ちネタとしてね1,2 個ぐらい欲しいよね、私あのディナーショーに、うん、清水明と清水亮太郎のディナーショーに昔沖縄に来てた時があってね、うんうん、そうもうちょっと息子さんはね薬物で捕まっちゃったけど、ね、めっちゃ好きだったのね、そうで、あ清水亮太郎が来ると思ってイケメンだもんね、うんうんうん、で行って最高だった、もうあのディナーショーはに、もう忘れられないと思って、うそう清水明も ね、 いいねちょっとエロおじさんみたいな感じのネタとかもやってて、もう爆笑で面白かったんだけど、あんだけねモノマネができる人って本当にもう尊敬、そうだよね、うん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 、すご
ごいな。それができるように何かしら、まあ、そこまでのクオリティじゃなくても 1,2 個今年はなんか特技というか ね、一発芸として振られた時に返せるやつ、そうそうそうを作ろう。そうだね、うん、じゃあさ、私マジックだったら常にマジックグッズを 1,2 個カバンに入れとかないといけないってことよね。そう、多分ね、そう、仕込みがねかなり必要になってくるけど、うん、そうだね、確かに。まあまあまあ、それはじゃあ身軽に持てるもんで、うん、ちょっと極められるやつは 1,2 個探そうかな。楽しみ、これからのゆきちゃんの、ね、うん、成長がでも石田ゆり子からは全然遠のいてるんだよね。やばいね、毎度毎度。確かに、うん、なんかどんどんどちらかというとデヴィ夫人さんみたいななってきてる謎のね。そう、あの人もね謎なことばっかりしてるもん ね、でもすごいもんね。すごいから、うん、本当にデヴィさんは。じゃあ私そっちにかじ切ろうかな、そろそろ。そうだね、そっちの方がなんか向いてる向いてるバンジージャンプとかさ、ね、そうだね、なんかそっちの方がおゆきちゃん向いてそうな気がする。そっち方向で行こう、うん、じゃああのアイリーさんもね、見つけた時はラジオで発表してね。了解です、うん、頑張ります。披露していいから、なんなら披露します、ここで、うんうん、それに向けて頑張りますね。頑張りましょうあ、そんなこんななオープニングでございます。この番組は天真爛漫なアラサー2人がお送りするイケイケ女子になるための道のりラジオです。毎週水曜日22時から30分番組となります。メールアドレス、あいりとゆき @gmail.com まで感想などお待ちしておりますよ。この番組は有限会社 MSTと有限会社先島メンテナンスの提供でお送りしております。 FM なんか意外と、はい、イケ嬢になりたいも YouTube でね聞いてくださってる方が多いようで。そうね、結構聞きます ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いむしろリアルタイムで聞いてるよっていう声よりか、あの YouTube で聞いてますの方が多いから、もうね、このやっぱ画像付きで配信するのがいいんだろうね。その方が注目されるのかな、ね、なんかそっちの方が、うん、見やすいんじゃないかな。あ、確かに。話してる人の雰囲気とかね、表情も見れるからね。そうだね、そうだね、もうちょっと、うんうん、画像絵面っていうか、なんていうのかな、これも意識しないといけないんだね。自分が映ってるっていう感覚も意識しながら配信しないといけないね。今日のテーマはですね、じゃらん、私のロングセラー、長年愛用してる必需品的なものをね、うん、なんかこういろいろお話ししていければなと思うんですが、うん、私あのちょっといろいろ遡って考えたら、うん、あれずっと昔から学生の時からずっと使ってるっていうのがユニクロの、うん、インナー。へー、ブラトップとかってこと？ブラトップなんかキャミみたいな、あ、そうね、タンクトップみたいなやつは、うん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 、もうね学生の時からずっと、まあ親がずっとそれを買ってくれてたから、いまだにずっと私たち家族、妹も亡くなったらそれを、ちょっと古くなったらそれを買い替えるみたいなのがもうずっと続いてる。でも素材いいよねユニクロってね。ねえ、うんうん、なんか何かしらユニクロって、うんうん、みんな一品これ使ってるみたいなのはなんかあるかも、あるよね、うんうんうん、そう、なんかユニクロずっとインナーだけを使ってるなと思って。なんだっけ、ヒートテックとかね。あ、そうそうそう、冬場とかだったらかなり薄手だからお洋服の邪魔しないし。そうだね、うん、私も結構買っちゃうかな、ね、うん、なんかそんなに高くもなく、うん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 、気軽に買えるから、うん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 、インナー系はね全部、あ、全部ではないけど結構ユニクロずっと使ってる。でもシンプルでいいかもね。そうだね、うんうんうん、なんか色ももう黒とか。そうね、使いやすそうだよね。そう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 、そっか、まあ、なくてはならないもの。なくてはならない。ね、私もう本当に昔から、うん、綿棒が大好きなんですよ。綿棒？綿棒がないと生きていけないの、本当に。え、だからストックがかなり、あ、綿棒だよね、うんうん、1日に多分ね5本ぐらいやってる、毎日。本当に？うん、なんかしたい、綿棒したいなってなるから、うん、もう常にカバンの中には入ってるし、そう、
急にしたくないで毎日しすぎてもう 何回やって もう真っ白なの、何もつかないし、はい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 、でもう昔ね学生の時好きすぎてあのかなり奥まで入れるの大好きなのね、うんうんうん、で鼓膜を奥まで入れすぎて鼓膜カサッカサッてするのが好きで、怖いんですけど血出て大変だった時ある鼓膜が破れてないけどそうあの傷ついて、傷ついて、うん、ですぐ耳鼻科行ってでも禁止で出たんだけど、うん、やめられなくて、うんうんうん、もう今でもう毎日やっちゃってる。これってお風呂上がり以外でもやるってことよね。そう朝起きてまずやる、うん、でちょっと出勤前とかにちょっと時間が 1、2 時間空いたらまたやって、これ1回あたり何分ぐらい？でも早いと3分ぐらいかな、 3、4分ぐらいを、うん、いや長いよ本当、うん、カシャカシャカシャってやるのがもう気持ちよくて、でも奥まで行くんよね。そうかなり奥まで、もう変な人綿棒の半分以上は耳の中に入る、そうなの、全部入ってカシャカシャカシャってやると、でも一応お風呂上がりはめっちゃ気持ちいい。気持ちいいよね。ないとダメ。お風呂上がりはもう必ず必須でやるんだけど、うん、それ以外でももう無人島によく何持っていきたいですかとかよくあるじゃん、うん、であれの時にみんなほらなんかライターとかさ、ナイフとかさ、お水とかナイフとか言うんだけど、うん、私ガチで綿棒迷うんよねないわ絶対ない。これ愛理さんだけでしょ絶対。そうなのかな、絶対そうだよ。だからこの綿棒、綿棒が、うん、でも綿棒ってさ木でもちょっと違うので、うんうんうん、質感が違うし、なんかほら綿棒でもいろんな種類があるじゃない、うんうんうん、これがいいっていうのある、おすすめの綿棒。ね、私固めが好きなの、すぐワシャワシャになるやつあんま好きじゃないから、うん、ちょっと固めので、でも黒のやつとかもあるじゃない、たまに汚れが見えやすいように。でも私本当につかないから、私はもう色の指定はないんだけど、とにかく固めのもの、うん、そうだね、なんかこう入れてちょっとガシガシしたらふにゃってなるやつもあるもんね。 そうそうそう、それはちょっとね、それだとあの奥まで入った時のカシャカシャに影響が出る。でもさ、それさ買ってからじゃないと分かんなくない？書いてるんだっけ？私綿棒見つけて買ってるけど、もう見た目でちょっともう分かる。あ、分かる？そう、綿のところが大きすぎるとダメ。ちょっとスリムじゃないとワシャワシャになっちゃう。耳かきはダメなの？耳かきはね、違うの。耳かきじゃないの、綿棒なの。へぇ、そう、耳かきはむしろしない。耳かきはしない、うん、うん、持ってもいない。だけど綿棒はないと生きていけない。旦那さんにやってもらったら？へなんで、いいじゃん。でもほら自分のこだわりがかなり強いから、ああここ自分でやるのがいいんだ。ここのスポットで絶対私多分白目向いてる、その時気持ちよすぎて。よく突っ込まれるから、また白目っていつも言われるからそれぐらい私の綿棒愛、もうグミ愛と同じぐらい綿棒愛はねすごいよ。グミ好きよね。でもなんかこうお菓子で言ったら私よく買うのが、よくっていうかたまに食べたくなるのが、昔から卵ボーロ、うん、めっちゃ好きなの。昔から幼稚園ぐらいの時から、うんうんうん、あのちっちゃい丸いやつね。そう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 、赤ちゃんがね、そう食べるやつよね。なんか口に入れるとさ、入れとくと溶けるじゃん。 あの感覚が好きなの、うんうん、なんか他の菓子にないじゃん。ないかも、確かに。だからホロホロっていう感じね。そうそう、食感とふんわり卵の風味っていうか、ちょっと甘い感じ、あれがねなんかやめられなくて、たまにだけど。なんかちっちゃいパックだったら20円とかって売ってるじゃん。でそんなに一気に食べないから、それぐらいのサイズでたまに買ったりするんだよね。あれは食べたくなる。あのほら卵ボールね、卵ボール、うんうん、私の実家はお札、お札時、美味しい、あれ絶対あんの実家に、うん、私は買わないけど、うん、お母さんが絶対これないと生きていけないっていうぐらい好きだから。あれ美味しい、美味しいよね。食べたい人もね。最近なんか濃厚なやつも出てたり、ちょっと太めのやつも出てたり、味変が、あとそれのかぼちゃ版とか、なんかたくさんあって、私もお札時は好き、うん、お札あれ美味しいよね、うん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 、確かに。みんな何かしらお菓子で言ったら1個、何が好きなんだろうね。オレオとかさ、うん、ちょっと甘いけど、なんかしょっぱい系お菓子と甘い系お菓子だったらどっち買う？私甘い系かな。甘い系でもちょっと、うんうん、あ、辛い系お菓子、うん、タラタラしてんじゃねえよも食べたくなる時はあった。 あれそうだね、あれ辛いもん ね、 ね、あれとかもたまに買ってたね、うんうん、でもじゃがりこをさ、うん、あのポテトサラダにするやつ、なんか見たことある。あ、やったことないけどさ、うん、美味しいの。めっちゃ美味しい。お湯に溶かして、そう、なんかじゃがりこ開けて3分の1ぐらいお湯入れて、そこであの潰して
混ぜてちょっとマヨネーズ入れて胡椒かけて、美味しい。そう、次さ、アイリスさんのさ、お客さん、うん、じゃがりこ差し入れたくさん来そう、ね、ラジオで言ったら、次じゃがりこお願いします。注文入りました。サラダ味がいいです。サラダ味注文入りました。来週楽しみ。サラダね、うん、サラダね、美味しいよね。やばい、アイリさんもうさ1分しかない。お菓子の話で終わっちゃった。ちょっとやばいな、あっという間だね、うん、もうなんかね収録が久々な感じがするからさ、時間の感覚が楽しくて、ねね、意外と30分始まったらあっという間に終わるよね。そうそうそう、長いかなって思うけど、うんうんうん、最初は話したらあっという間なんだよね、うん、あもう3月も半ばなので、また皆さん来週もぜひお聞きください、はい、来週は3月23日ですね。はい、ポーラ豊崎店ではインスタもしておりますので、皆さんぜひいいねフォローお願いします、たまにコメントも OK です。よろしくお願いいたします。ではまた来週、皆さん素敵な1週間もお過ごしください。おやすみなさい。じゃあね。お菓子の話。